対戦ゲームで悪いを見ないほど、スマブラには数多くのゲームモードがあります。しかし多すぎてリストラされたり、仕様変更があったモードも、たくさんありました。この動画ではいつの間にか見なくなった、ゲームモードを解説していきます。台を乗り継いでいけ、10個の台をすべて踏んでいく、ミニゲーム、ステージのあらゆるところに、設置されている、台に乗って、クリアを目指すという、一見シンプルに思えるが、キャラクターごとの、特徴や性能を知らないと、結構苦労する。どの技がこの台を踏むために、必要か、や、スマブラはこういう風に動かせるのか、など、何度も遊んでいくうちにそれとなく、操作感や、キャラ性能が分かってくるゲームモードだ。キャラクター紹介。12名のファイターを解説してくれるモード、人形設定だった初代にのみ実装されていた、操作キャラのプロフィールや、代表作をそれなりに教えてくれる、勉強になるモードだ。知らない人でも楽しめるように、容量ギリギリでも、工夫を凝らしているのが伺える。アドベンチャー、各世界観のホームステージを、あちこち飛ば場所を変えて戦う、デラックスの目玉モード、登場しているキャラクターの、世界を渡り歩く、アクションゲーム的な要素が強いゲームモード。最初は我らがスーパーマリオの、世界から始まり、不気味な迷宮でトライフォース探しや、メトロイド恒例の緊急脱出を体験させられたり、F0 のコースに放り込まれ生身で一周など、ステージを進むたびに変わる世界観は、スマブラの中でも非常に、カオス。長い旅路を経て、終点に到達する、ラスボスとして登場するクッパは、特定の、条件を満たせば、イレギュラーな存在であるギガクッパに、スペシャルのとは違いぶっ飛ばせるので意外と楽。1プレイが20分近くと骨太な分、いろいろと小ネタがあり、豪華で、人気が未だに高い。世界が悪空間に飲み込まれる、骨太アクションゲーム、悪空の使者、一人用のゲームも充実させたいと、考え作られた、ムービーもステージもたっぷりなモード、突如現れた悪空軍という、謎の存在と戦う、ファイター同士でいろいろと、起こしながらも集結し、物語は進む。クッパとガノンが喧嘩したり、ネスとリュカが助け合ったり、マリオがピットに踏まれたり、シリーズの垣根を越えたコラボレーションを、これでもかと味わえる。もちろんアクションの方もなかなか、楽しい。ラスボスのタブーの大幅は、トラウマ必須である。シールで強化や分岐ムービーなどなどやり込み要素もあり、X だけになってしまったのが、惜しい内容になっている。そしてその悪空の使者に登場したボスたちと、連戦する、ボスバトルモードも X のみ。悪空の使者絡みの要素が、軒並みリストラという、ちょっともったいない状態に。巨大な戦場を駆け巡り、最終戦に挑む、パワーアップ型アクションゲーム、フィールドスマッシュ。桜井さんが過去に制作した、カービィのエアライドの、シティトライアルのシステムをもとに、制作されたモード、広いバトルフィールドで5分間探索を、行う。いかにパワーアップアイテムを、集めるかが重要になる。大勢の敵キャラを、倒して稼いだり、イベントや、扉の世界でチャレンジを、達成して稼ぐなど、ランダムに決まるイベントや敵、出現位置に合わせ、どうするかを考えるのが非常に、楽しい。5分経ったら後は上昇させた能力で、乱闘したり、登ったりと様々な方法で、勝敗を決めていく、何度でも遊べるが、オフライン専用という点が、非常に惜しい。